はあ、こんにちは、こんばんは、ハルケです。今回は新イベントトリプルスレッドの予想選手になります。おそらくですね、今週末から開始をされるイベントになるかと思います。で、このイベントはですね、どういうイベントなのか全く、分かりません、まだ不明ということにはなってます。で、まあどういうイベントなのかっていう予想に関してはですね、一応トリプルスレッドという意味がですね、まあ3拍子揃っただったりとか、まあ3分野に優れた、みたいな意味があるので、まあもしかすると共通した3人がこう特殊カードとして選ばれるという予想も立てられています。そして今回もですね、この新イベントのトリプルスレッドの予想選手たちを紹介していきたいなというふうに思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。まずはこちらになります。まあ先ほど紹介をした、共通した3人がというふうな、ところなんですけれども、まあこういうふうに、分けられて、予想をされている方がいますね。まあセネガルのサウジリーグでマネだったり、あとはメンディ、クリバリみたいな、そういうふうなところで、あとはまあプレミアのブラジルということでジェズスだったりとかウィリアンだったりとかというふうなところですね。で、セリエのフランスということでテオだったりラビオだったりとか、あとはトゥラムだったりとか、そういうふうな形でまあ予想を、されてます。まあ実際どういうふうなイベントかわからない部分ではあるんですけれども、まあもしね、こういうリーグと国が一緒の選手みたいな感じだったら結構限られるんちゃうかなって思います、対象の選手が。なんでまあなかなか難しいところではありますけれども、特にこの中だったらジェズスだったりとかね、マネだったりとかっていうのは非常にこう人気な選手、使われるような選手にはなるんじゃないかなというふうにも思いますし、まあケミの関係がね、ケミを救いやすくなるっていうのは一ついいのかなというふうには思ったりします。まあ特にね、一番下の日本人なんか、まあこちら女子選手ですけれども、もし強ければこの3人でガッとスカッとを組むことができて、まあしかも強いみたいなことになると、まあ日本人選手もですね、使われる可能性があるというふうに思いますね。で、あとはテオなんかは非常に特殊カードが来るとですね、強い選手になりますし、もともと金カードでもね、強い選手にはなるので、まあ一つ来てほしいなというふうには思いますね。で、あとはまあその右のガーナのね、イニャキかな、イニャキなんかも金ではちょっとだんだん使われてこなくは、なってしまってできてはいるんですけど、まあ特殊カードで、もともとスピードが速い選手なんで強化をされるとですね、使われるんじゃないかなというふうには思います。で、そして続いてはこちらになります。まあこちらもですね、バラバラではあるんですけれども、まあブラジル、サウジというふうなことでネイマだったりファビーニョが被ってますし、あとアレックス・テレスも被って、ますよね。で、あとはアーセナル、ということで、まあサリバだったりとか、あとは女子選手の、こちらの選手もいるということになってますよね。で、まあフランスということもあるのか、プレミアフランスということもあるのか、まあマルシャルも、いたり、しますし、あとはポルトガル、あとラリーガということでジョアン・フェリックスだったりとか、あとはウィリアン・カルバールだったりとかが今、あとはコレアかな、がいると、ここ共通している部分ではありますし、あとはコートジボワールだったりとかということで、バイリーだったりとかペペだったりとかザハだったりとか、まあここトルコリーグとコートジボワールということで被っているという、そういうことに、まあ、なるので、まあ、この方もですね、先ほどみたいに区切られてはないですけれども、一応、まあ、そのトリプルスレッドという意味にかけてですね、予想を、されてますね。やっぱネイマー来ると非常に盛り上がるイベントにはなるんじゃないかなと思いますし、まあなかなかこう今シーズンの活躍からの強化カードっていうのは、期待は、もうないかな、まあほぼされないと思うので、こういうイベントで強化をされていってほしいなというふうに個人的に思いますし、でまたやっぱりね、トリプルスレッドっていう意味で、もしクラブが一緒とかそういうなんで選ばれるんだったら、女子選手の有名なクラブ、まあ先ほど紹介したアーセナルとかだったらですね、その中の女子選手も選ばれやすくなるのかなって思ったりはしますし、まあ、ここチェルシーのレイテンだったりとかもいるんで、結構男子チームにもあるクラブに所属している女子選手だったら、もしかすると強化される可能性は高いかもしれないですね。
まあ、あとはバルスでフェリックスなんかもね、うん、一応エボリューションで強化できるようにはなったんですけど、まあそれよりやっぱ強い、うん、特殊カードっていうのが来てほしいなというふうには思いますし、マルシャルなんかもね、うん、結構予想をされてるので、まあ来てほしいと思っている方が、うん、多い選手なのかなというふうには思います。でそして最後ですね、自分が予想をした選手たち紹介していきたいと思います。こちらになります。もう自分はですね、まあもう何か共通のとかもうそういうのはもう関係なしに、もう自分が来てほしい、あとはまあ来るんじゃないかというふうな、10名を、選びました。まあメッシだったりとか、あとはヒーローの強化がもしかしたらあるんちゃうかというこう噂も、出ているので、そこでルシオ、そして頭アイコンあるかわからないですけど、一応ドログバの予想もあったのでドログバ、そしてプテジャスだったりとか、あとはバルベルデ、エンクンク、スターリング、ヌニエス、あとはウォーカー、ディアビ、ここら辺の選手が来るとですね、非常に盛り上がるんじゃないかなと思いますし、まあ値段も高く強い選手たちかなと、うん、いうふうに思います。メッシなんかはねセンチュリオンズで、来るんじゃないかというふうな噂されてましたけれども、コズというふうな感じだったので、まあこのトリプルスレッド、というイベントで来てほしいなというふうに思います。まあ先ほどネイマーだったりとかとね一緒に来ると非常に、うん、面白いんじゃないかと思いますし、あとはヒーローで、うん、ルシオ、まあセンチュリオンズではねアイコンが強化をされたんで、この次のイベントになるかはちょっとまだはっきりとはしないですけど、もし次のイベントとしてこれが来るのであれば、まあアイコン強化の後にヒーロー強化ということは全然あり得ると思うので、その中でやっぱりルシオっていうのはかなり値段が高くなると思いますし、ちょっと注目の選手だと思うので、まあルシオ来たら、うん、いいんじゃないかというふうに思いますね。でまた、ま、もしかするとまたこのイベントでもアイコン強化っていうのがある可能性は全然、うん、ゼロではないと思うので、まあその中でまだセンチュリオンズで強化をされてなかったドログバなんかが来ると、ドログバも選手人気は高い方だと思うので、まあ盛り上がるんじゃないかなと思いますね。で女子選手のプテジャスなんかは、うん、まあやっぱり空いた名がセンチュリオンズで来たんで、まあそれってやっぱり同等クラスもしくはそれ以上の女子選手というふうになると、プテジャスの強化っていうのはあり得るかなと、うん、思いますし、まだねマットレディのね特殊カードしか来てないし、まあ、あのマットレディはもう金選手の金の能力と同様なんで、うん、まあなんか色違いみたいなそういうなんじゃなくって強化をされて、うん、こういうのは出てきてほしいなというふうに思いますね。まあ後の選手はですね、まあ、もちろん強いし、うん、目玉の選手になり得るというふうに思いますし、まあ来てほしい選手たちかな、みんなさんにとっても、うん、来てくれて嬉しい選手たちなのかなっていうふうに思いますし、まあ、特にウォーカーなんかはね、うん、毎作毎作強い選手で、今作も金運は強いんで来てほしいなというふうにより一層感じますし、ヌニエスなんかもリバプールファンの方は、うん、待ってる人は多いんじゃないかというふうには思います。まあ、という感じでこちらが新イベントトリプルスレッドの予想選手になります。まあ、まだ本当にこう実際ね金曜日から始まるかどうかは不透明、ですけれども、まあ、来る可能性はあるということで予想を、しました。まあ、少しでもね参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。